こんにちは、くるみあるまです。はい、今回はですね、またこの前のニュースの続きというか、ちょっと話がね、その後どうなったかっていう感じなんですけども、この前あのローガン・ポールあんた最低よっていう風な動画を出しました。っていうのはこの方がね、日本で受会に行って遺体を笑いながら撮ってたっていう動画を出して、それ炎上したということから、私はね、その動画を出しましたけれども、このローガン・ポール氏がですね、なんと YouTube に復帰しました。で、その復帰した動画ではね、自殺対策の啓発動画を出して、さらに1億円ぐらい寄付して復帰しましたっていう話が、書いてあります。はい、またこれね、YouTuber っぽい復帰の仕方だなと思いましたね。はい、こういう風にしとけばいいだろうみたいな感じにも見える島でも、反省しないよりはいいんじゃないかなっていう風に思いました。やっぱりまず確かに自殺することが良くないと言ったら本当そうなんですよ。まずは自殺しちゃいけないですよね。そこは私も同意見なんですよ。本当に、命ある限りね、本当に自ら命を絶つっていうのは良くないことですから、このローガン・ポール氏が復帰した時にやった動画、自殺をやめましょうっていう啓発動画っていうのはすごくいいんじゃないかなというふうに思いました。でも最初にね、撮ったその動画があまりにもひどかったからね、まだそう簡単には受け入れてもらえないんじゃないかと。私もまだね、ちょっと完全に許しきれてはないです。でもこれからこのローガン・ポール氏がどういうふうにずっとこのね、啓発動画を続けていって、人間も変わってきてっていうのが分かるんであれば、すごく成長したなってことで認めてもらえるんじゃないかなって、私は上から目線で言ってますけど、そう思います。はい、だからね、頑張ってほしいなというふうに、思いました。はい、ということで今回のニュースでした。